ばんは。どうも栗本夫婦です。です今日は使ってかやけど大丈夫。グレイルの服最近買ったからこれで1週間コーデをしたいと思います。そんなしょぼまずない。え、これはあのこの上から着替えたりやったりするから、はい、やっていこう。1週間この中のやつで着回しながらできるようなコーデをやっていきたいと思います。まずズボン、フレアパンツこれフレアパンツ、クレパン、フレパン、フレアパンツはこれ一番これ履いてない知ってる。これでもいつもの違うグレイルのやつやからまた違う。綺麗やけどちょっとでかかった気がする。え、めっちゃ綺麗、大きい気がする。後ろ見てよ。おお、ハイウエスティ、ハイウエスティ、そう、ハイウエストなんやけど、あこれね、これ、はい、ブス、これもグレイル、これもグレイル、うん、今日髪の毛乱れるのも、もう分かった、乱れる、あ、めちゃアンティ、ちょっと中見えるから、これ1日目、はあ、え、かわいない、これみんな綺麗じゃん、この上、そう、細い子も、これね、うん、まああのカバンとかアウターとか靴はもう自分で考えてください。みんな多分靴とかまでやってるんやけど、靴まで持ってくるのは大変なんで、靴は考えてください。クリーンパッチやった、クリーンパン、はい、こんな感じです。1日目は、1日目っていうかこのズボンの着回し、うん、1日目着回すんや、着回す、1週間後で1回洗濯しやん、うん、このズボンに対して何個かのコーデ、ああそういう意味ね、そう、いい、あとニット、これイエーイ、ニット、ニットこれ可愛いけどこの上にちょっともう金のめんどくさいなと思って2着目にして、こう前だけこうインして後ろだけ長いみたいな、お尻は隠れるみたいな、あでもいいし、見たことある、うん、これ2日目で3日目はこれ単品でもいいと思う、これのみ長いからこれワンピースのみでもいけるいけるいける、これになんかあのこれぐらいのショートじゃない微妙な丈のブーツとか可愛いと思う。確かに俺これでちょっとお帰りって言ってほしいわ。うま、何も履いてない時に、うま、うん、次これはもうほんまにシンプル、え、ちょっと見せやんの、見せる、何を、うん、あ、これ、うん、これは普通のトレーナーなんやけど、うん、ちょっと何ですそれ、分かれへん、はい、チョコレート、チョコレート、分かれへん、丈短めで髪やばい、髪やばい、確かに髪やばい、もうこれちょっと結構普通の普通のコーデちゃう。あ、でも普通に可愛い、あのもうちょっと買い物に出かけますみたいな、これ何が可愛いってね、あの腕のブカブカ具合と、うん、いや、ソワン感があんまりない、そう、これ可愛いわな、可愛い、これは可愛いと思う、可愛いわ。で、次、ズボン買います。まあ、なんか3日目とか4日目とか言うの忘れてるけど、あの、すいません、外れていてください全部人の先生やんな、まあ、フレアパンツ、それが一番いいと思う、これはやばい、ないですよ、このフレアパンツはほんまにいいと思う、これ、お気に入り、もう似たような持ってるんやけど、ベルシカの次ね、あゆさっぽくないこれロングスカート、そう、今流行りなんか知らんけど、あ、そうなん、なんかマーメイド、マーメイドなんちゃら、これちょっとインして、あ、それも可愛い、可愛いよな、可愛い、で、これもなんかベルシカじゃないの、これかもない、グレイル、グレイル、あ、いいよ、あんま派手じゃないし、そう、なんかこれもなんか買い物行くスタイルみたいな、え、でも派手なんか派手じゃないか、まあ、でもちょっと待って、ヒップのラインで、ヒップのラインめっちゃ綺麗、意外に、後ろ見てくるりんぱー、うん、綺麗綺麗、こんな感じで着れるし、で、次このスカートの着回し、うんうんうんは、うん、なんかなんかこれちょっとさ、カジュアル、子供っぽい感じやん、確かに、嘘、なんかあんまり子供っぽく見えなかったね、ほんま、うん、
じゃなくて、なんかちょっとなんかデートとか、そういう時に着ていく系の服。授業参加もいいんじゃないですか。あ、授業参加清楚っぽくなる。授業参加いける。ガラッと変わるな。これ上だけでもほんまにめっちゃ変わるよな。これもインして、え、綺麗、大人っぽく、ガラッと変わる。でも手ちょっと短いんやけど、これでもほんまにいけるよ。いける、うん、授業参加いける。これ授業参加いける、うん、ほんま授業参加なくなったけど、これもうマーメイド可愛いしね。あ、クルミパして中ね、なんかぬくい。あ、いいいい、こんな感じ。え、それ薄いのぬくいんや。ぬくい、このズボン、ズボンじゃないわ、マーメイドは薄いのにめっちゃぬくい、うん、次は、これ何日目やったの。1日目俺はやっぱその格好じゃない。これは分かんや。1日目、2日目、3日目、4、5、6、次7日目。7日目は多分あれさっぽいかも。ぽい、分からんけど、裾の仕方がね、ちょっとね、出せない。彼女はな、寝たくないっていう。これね、夏はこれとこれってね、セットなんやけど、あ、でもこれいいと思う。これ夏はこの中のだけで着れるし、で、今からは、かわいいかも。ここ、俺これ一番好きかも。これ、濃くない。え、これ俺一番好きかも。これも、ちょっとこれは、うん、なんかここまでの時やから短すぎへんし、うん、よくこれスウェット入ってるの怖いな。可愛いし、しかもなんかね、このウエストとお尻のラインがちゃんとくっきり出てくれる。うん、これ可愛いよな。はい。でね、俺のめっちゃ好きな、これいいなと思ったんが、手上げて、ヘイタクシーっつって、で、この瞬間に俺もあれやな、あ、脇見えるからやろ。モッキする、モッキする。モッキ。うん、モッキモッキ、モッキモッキしてる。リアルモッキしてる。リアルモッキやな。いいな、やっぱ夢見てるんて、うん、これはね、中だけでも夏は着れるし、逆に今やったらこの中のトップスを今グレールだけでやるって言ってるからないけど、白のキャミソールのこの辺までの着て、スウェットパンツとかなんかもう緩い感じでも着れるから。いや、毎回ちょっとタクシーで、あ、これがいいこれは男の人めっちゃ好きらしい。ええやん、であろうところが見えてしまうときは、うん、すっげえくって、なんかね、もう胸元見えるより、何でしょう、この下がなんか見えるより、うん、タクシー、タクシー呼んで、タクシーってやられた瞬間にドキッとするな。うん、俺これが一番一押しや。はい。俺初めて見たけど。そう、これ、そう初めて、これ全部グレールです。かわいい。だからグレ、あ、いいよ、グレールで。みんな買ってみて、しかもこれ全部安い、1000円台、2000円台のものない、多分で、ちょっといい、それでタクシー呼んだよ。あんま思わんねんな。あれ、あんま思わん、さじ加減。そう、あれいい、いい、あれいる、いるらしいです。絶対いる。はい、って感じで1週間、7日間ぐらいあったかな、7日間着回しできる方で、なんかもうパッ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 って感じやから、分かりにくかったらもう止めながらやってください。はい、終わり。うん、グレールの紹介はこんだけです。じゃあこれもちなみにね、グレールなんや。これはちなみにグレールではないです。これ読めのんやけど、これはグレールじゃない、これはベルシカじゃない、何、ジェイダ。あ、ジェイダ。そう、ジェイダ。あ、そうなの。これはベルシカさんじゃないわ、また間違えた。あ、服の紹介なんかしてるけど、うん、俺的個人的にはやっぱ女の人はやっぱり全裸が一番綺麗と思って。全裸あかん。今もう売れた。はい、今日もご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。じゃあねー、ありがとうございます。ありがとうございます。
Yeah, 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 y